岩の矢ふれあいの里、岩の矢のふれあいの里に来ています。先ほどはね、まあ、そこなんですけど、ここにはですね、まあ、展望台はあることはありますけど、まあ、かなり長い年月で使われていないというか、まあ、乗って大丈夫かな、まあ、きっとね、10年前のフェスティバルの時にはすごい、ちょっと怖いですね。あ、でも全然大丈夫ですね。テーブルと椅子4脚。いやー、美味しそうな牡蠣がなっていますね。そして、まあ、景色的にはですね、まあ、向こう側ですかね。すごく眺めがいいですね。まあ、先ほどのね、入り口のところ。こちらはもう収穫は終わったのかな。3分の1ぐらい。これはね、こんにゃくなんですよ。こういった感じね。中のね、球根の部分が、まあ、2、3年かけてね、大きくなります。こういった、まあ、10年前のね、まあ、コスモス祭りの時は本当に賑わったんでしょうね。いやー、ここは絶景ですね。こちらがね、赤城山の左側の、向かって左側の裾野です。はい、榛名山。先ほどの展望台がそこです。そしてね、少し坂を下るとね、まあ、こういった場所。まあ、コスモスですね。すごい数。これもね、まあ、10年前のフェスティバルの時の
まあ名残なのかな。同じね、まあイエロー、まあオレンジありますけど、まあ2種類ありますね。こういった感じ。すーご。こういった下にもね。まあちょっとね、展望台からだとよく分かんなかったんですけど、まあ向こうにですね、赤城山があるんですよ。そしてまあこちらね、元穂高山とか、まあ小野小山とかね。そしてこっちが、まあ、榛名山ですね。こういった位置関係になってたんですね。まあ確かに見覚えのある山並みです。はい。岩の屋ふれあいの里を出ますよ。途中で、まあ、ピンク色の、あ、そこですね。すぐそこでしたね。まあ、ちょっとこれ、写真に撮っていきますね。ちょっと待ってください。はい、お待たせしました。もうあとはね、普通に帰るだけなんで。でもフェスティバルが10年前にここで行われたっていうのはすごいですね。柿っていうのがあると、まあ、秋も深まってきたんだなって気がしますよね。すっごい。こんな山道。まあ、文字塔の道祖神ですね。まあ、ちょっと待ってくださいね。撮影してきます。
林竹林。ちょっとね、まあ広いところに止めといてね、入り口の看板をちょっと取ってきますね。